公的年金制度の、年金番号なんですけれども、以前はね平成8年12月までは加入される制度ごとに制度によって、別々の年金番号が付けられていたんですけれども、平成9年1月以降ですね、年金番号が統一をされることになりました。まあ、公的年金どのような制度に入っておられても共通の年金番号になるという形になったんですけれども、これを基礎年金番号と言いますね。基礎年金番号は、一生ですね、同じ方について番号は変わることはありません。